はい、どうもしーです。今日もね、オリアカの動画撮っていきます。今日なんですけど、新キャラがね、追加されたっていうことで、新しいパーティーの編成をご紹介しようかなと思います。結局、合計、超運除いて5キャラ追加されて、それぞれね、かなり特色のあるキャラなんですけど、今回紹介させてもらうのは、今ピックアップで、召喚ピックアップが来てるバウン力と、次、ガチャに入ってくるカマンですね。そちらの編成を紹介したいなと思います。バウン力とカマンが絆スキル発動させるっていうこともあって、ちょっとね、2体セットで、使う感じにはしてあります。はい、で早速見ていくんですけど、簡単に言うと女性パーですね。全員女性の編成です。あ、ごめん、これ最強って書いてあるけど、あんまり気にしなくていいんだけど、女性パって結構いろんな型がありまして、で今回紹介するのが耐久型と攻撃型の2つになります。はい、で並びとか、ちょっと調整する必要があるし、才能も1回無視してほしいんですけど、メンツ的にはこれがいいんじゃないかなっていう感じですね。なんでかっていうと、左から、細分岐、こいつ一応玄武で死者蘇生みたいな玄武の内容が来るみたいなんですけど、通常的にはね、全体を回復させる、でかつ、攻撃力も上げることができるというね、ちょっと便利なキャラクターです。で気力もね、回復できますと。はい、で言わずも知れたホレンシね、回復バカですね。HP が最も低い味方に対し、120% 分の回復をするよと。で通常攻撃時に HP が最も低い味方単体に自身の攻撃の 60% を回復で、玄武がでこれですね、ひたすら通常攻撃したら 75% で回復をし続けるっていう回復マン。はい、で左2体が回復と。でバウン力とカマン、これの絆が、防御無視 10% 上昇は、とりあえず置いといて、気力攻撃以外で気力値が低下するとき、60% 以下、バウン力の方じゃないね、カマンの方ですね。こっち味方女性が攻撃を受けるたびに、左目の 25% を自分以外の女性に回復と。はい、すごいよね。受けたダメージの 25% が低いやつに移りますよっていうだけなんで、これ全員女性だとすごく使いやすいと。はい、で新規ね、こいつも回復します。でこれ300点回復っていうか、新規の強いところは、その回復っていうところじゃなくて、硬さをね、めちゃめちゃ上げてくれるというところですね。まず絆、味方女性英雄が男性から受けたダメージが 15% 軽減と。まずこのゲーム男性が多いんで、その時点で強いんですけど、これね、そのパッシブのスキルもなかなか強くて、ひらめじが 30% 軽減、軽減した分のダメージは他の味方に与えるという感じで、で玄武なんですよね。問題が、隣接する味方のひらめが、あ、自分のダメがひらめが 8% 上昇するけど、味方が女性だったらひらめが 30% 軽減ということで、こいつがいるだけで、もう隣接してるから、3体ですね、そのカマンとリョブキとホレンシが硬くなりますよというね、超絶スキルです。でもリョブキに関して言っても、玄武ついたらまた、回復、自己回復できたりみたいなところがあって、要は全員が回復スキル持ち、はい、っていう感じですね。で、攻撃に関して言うと、リョブキは単体で殴った時にめちゃめちゃ火力が出ると。でカマンもね、このパッシブスキルを見てもらうと分かるんだけど、敵が通常攻撃してきた時に 70% の確率で反撃しますよみたいなスキルが入ってるので、
で、だんだんね、その氷が起こって火力が上がってきますよっていう感じになっていくので、後半になればなるほど上がっていくから、タイキューパとカマンの相性がめちゃめちゃいいんですね。まあ最初から火力が一応出るとは思うんだけど、まあより強いという感じです。はい、これが女性のタイキューパ。ここの細分岐のところを別のキャラに変えても全然いいんだけど、挑戦とか入れてもらったりしても強いですね。はい、っていう感じです。で、次紹介するのが、攻撃型ですね。まあ、これもね、カマンと、バウン力入ってるんですけど、まあ、これ単純にバウン力が追撃性能を持ってるので、SS3 の、こちら、SS3 で。まあ、この追撃性能がある限りは、まあ、火力編成にも入れちゃっていいかなっていう気がしますね。まあ、カマンももちろん火力が出ますと。はい、で、後ろにつけてるのが、まあ、バウン力とカマンの進めは省くんだけど、こいつ損傷効ですね。相手の気力をこいつは減らすことができるので、そういう意味でもなかなか優秀なのと、確か後列殴れたんじゃないっけ。後列は殴れないか。あれ、後列殴れなかった。ああ殴れますね。はい、で気力減らしつつ相手の後列をぶん殴りに行けるというところで、とても良いですね。はい、で、まあ超瞬間についてはな、もうこいつも鬼のように火力を叩き出してくれるんですけど、HP も回復できるっていうところでね、回転率がいいっていうのもね、評価できるポイントなんじゃないかなと思います。はい、まあ気力攻撃で、まあ、適用できなかった時に HP の 20% を回復と。はい、素晴らしいですね。まあ、基本的には超火力でいうと超瞬化と両武器っていう感じで攻めていくことにはなりますね。でここ新規入れてるんだけど、まあ、こいつ入れときはとりあえずね、まあ、安牌みたいなところがあるから、まあ、入れてる感じなんだけど、まあ、他のキャラ入れてもいいような気はしますね。はい、で医療武器もさっき言った通り、まあ、自己回復はできるんだけど、UR5 で原簿つけてあげると超火力が出るんで、まあ、そこについてはねサクッと入れちゃって、まああんま考えずに入れちゃっていいのかなという気はしますと。はい、という感じで、今回ご紹介させていただいたのが、耐久編成の女性パと火力編成の女性パになりますと、はい、いう感じで、まあ、今ね俺が作ってるのがこっちの耐久型の編成を作ってるんだけど、まあ、他のね俺の今使ってる編成がちょっと耐久ではないので、まあ硬いんだけどね、単純に強いキャラを並べたみたいな感じになっちゃってるから、ちょっとコンセプトあるこっちの方が面白いかなと思って作ってます。はい、っていう感じでね、女性パいろいろあると思うんですけど、まあ、皆さんもねちょっと強いんでぜひ作ってみてください。はい、また新キャラの動画とかは随時出していくので、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。というわけで今日の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。